こんにちは、筋肉料理人です。今日は手羽先をたっぷり使ったチキンカレーを作りたいと思います。トマトベースでさっぱりして美味しいチキンカレーです。玉ねぎは薄切りにします。ニンニクは包丁の腹で軽く潰し、それから刻みます。セロリも薄く切っておきます。人参は皮ごと千切り、まずは手羽先を炒めていきます。手羽先を入れて炒めます。軽く色がついたらこれを一度取り出します。オリーブオイルを少し足し、玉ねぎとニンニク、これを入れて炒めます。ここで砂糖を少し。砂糖を少し入れてこれ炒めると、色が早く出ます。だいぶ茶色くなってきました。水、カットトマト、セロリ、人参、鍋肌についた玉ねぎの焦げをこうやって落として溶かし込みます。沸騰したところに手羽先を戻します。蓋をして弱火で40分から1時間ぐらい、手羽先がトロトロになるまで煮ます。手羽先が柔らかくなったら一旦取り出します。手羽先の骨を抜いて身を軽くほぐして加えます。小麦粉とカレー粉をオリーブオイルで炒めます。スープを加えてルーを溶かします。
ルーが溶けたら鍋に戻します。味付けです。ウスターソース、そして塩、レッドペッパー、ガラムマサラ、味が整ったらチキンカレーの完成です。